文学に関係のない文学者、中原中也。陽気な文学をという声がするが、では陽気とは一体どんなことなのだろう。誰しも陰気よりは陽気の方がおよそ好きなのにそう言わないのに、陽気な文学をというのが一つの文学上の提案となるためには、少しくマシな何事かであらねばならぬ。ところでそういう声をよく聞き分けてみると、何事でもない場合が大部分である。今仮にそれがしが興味を持ってこれこれの文学書を読んだり、これこれの作品を物したりして暮らしているとして、そこへ持ってきて、陽気な文学を、なんて声がしてきたらどんなものだろう。ともかく一応は、へ?と思うに相違あるまい。さてその声をよく聞いてみる。と、何も文学のことを言いはしないで、ただ陽気にと言っている。とそうなれば問題は簡単だ。文学という対象を持たない男が、なんとなく何事も陽気であらせたいと思ったので、そしてたまたま彼が文壇に手鶴を持っていたので、文学を陽気にと言ったまでなのだ。もっと悪い場合を想像すれば、文学の雑文を書こうとして、何の文学に関するネタもないところからどうもうつうつとして、その挙句、一体全体文学が陰気だぞ、とばかり興奮して見せただけなのだ。それなのに、こうした雑白な言い分というものは、得てして散漫な現代のごとき空気の中では、一見よく響いたりするのだ。響くということもないけれども、何かしら本当に仕事しているものを、かえって一時的とはいえ、喫強させたりするのだ。何かそんな男は、新鮮な個性、新鮮な持論でも持っているかに世間も感じたりするのだ。かくて長いことはない、4、5年の寿命だが、高等学校の文芸部のガキ大将であったこと以外に、いかなる文学的経歴をも有しない男が、雑文家だの、批評家だの、評論家だのという肩書きの下に、世間という舞台をのし歩くのである。文学に親しんでいるという、誠に文学者にとって当然のことさえできているならば決して起こらないはずの問題が、数々の問題の過半を占めているというようなこともあるものであると、今更思う人も少なくて欲しいことである。